もっと聞いてね。mbs。おはようございます。時恵さん。おはようございます。珍しいお名前ですね。あら、そうですか。<あ> <laughs> 時恵さんはもともとなんていうお名前でしたか。苗字。旧姓ですか。はい。旧姓は仲良しです。え?ま。まちょっと待ってくださいよ。仲良し。はい、はい。仲良し、小吉の仲良し。人弁の。 いや、まあ、人間じゃなくて中吉おみくじみたいな感じで大吉小吉のあの中吉で中吉でこれで仲良しって言うの、はい、珍しいお名前だねそうですねそもそも田舎,は田舎は結構そういう「よし」がつくのが多いんですけどねよしあまあねだけどこの「中吉」って書くのがほんで,結構それで今は「長吉さんが長く続きますように」ということで長、はい、さ,さんのとこ行った。<laughs> そうだから、そうかもなうね。<laughs> ええー、そして、あの、こんなことを聞くのもなんですが、はい、その相手はまだ元気なんですか。元気ですよ。で <laughs>、五歳 <laughs> ぐらいです。<laughs> ごしょう、え、ご紹介が、この、げこれね。いい?。はい。秀樹っていうのを。はい。これ、秀樹ですけども。はい。これ、たるんね。はい。あの。 時江さんに対してちゃんと好きですとかそんなこともちゃんと言えないから、はい、こういう時ここを使ってこの番組で、はい、え、はい、なんちゅう男やねこれね<え> <laughs> ちゃんと言えやちゃんと好きなら好きで愛してるなら愛してるってあってますわバンドさんのそのお話あってますわ本人にうんあ本当に<も><僕>口では何も言いませんよあらあ 態度で示す?。<laughs> 態度でも示せません <laughs>。え、そしたら、あの、朝早いけど。<laughs> お,お二人でおお、お、おお、お、寝た時に、わかる。いやいや,いや全然、まあ、<laughs> もう空気みたいなもんですよ。<laughs> <laughs> そりゃ、そうでしょうね。ね<え>こんなんでも、元気だったら、もう、おかしいもんね。ねえ、もう、もう、いい年ですよ。空気ですからね、あ供そうか。う そりゃそうですね。ねえー、そしてね、はい、これあの秀樹からのねご紹介で、はい、その中にあるんですけども、はい、以前にもお世話になりましたってあるんですけども、はい、四年ぐらい前でしたかしらね。ねああ、その時もあれですか、秀樹が出したんですか。そうですね。なんちゅうことやねん。<laughs> それよっぽどね、はい、あの時英さんに借りがあるか嘘ついてるんですよ。 そうかな。後ろめたいことがあるから。あそうですか。それでこの番組にね、はい、出てバンドと話しとったら、はい、その後機嫌が良かったんちゃう？かな。<laughs> どうできたかね。<laughs> だからひょっとすると、はいえ。ひょっとすると、はい。ねそれのちょっと反省も兼ねてかな。そうかなどうかなまあ孫がね六人もいて<あ>うん成長していってるからね。六人もいらっしゃる。 はい、そしたら一番上がいくつぐらいですか今年高校に行きましたあそしたら十五歳かそうですで野球をね野球を野球をあのリトロでやってて<ー>高校に入りましたのでほ野球部に入ったのかなはいほんでちょっとね強いところの学校に行って寮に入って家から離れてね<え> <laughs> そしたら本格的にやってるんだ ほんで,すでまあねが学校あれですけど滋賀の方にね滋賀の方はい寮生活でね親,親元を離れてねあらー、うん、本格的やないそうなんですよだからね試合もまたあったら滋賀の方やったらちょっとまだいけるけけるいける,いける、うん、試合かなって楽しみにしてるんですけどーへえそしたら、はい、え秀樹は秀樹って聞いた時に松井秀樹かなと思うぐらいの <laughs>

あソフトボールはいはい子供がうちの息子が高校野球中学校も野球やってましたのでね僕もやってましたよ高校野球もそうですねうん頑張ってね頑張ってはいまいやいややってましたけどもうんうんんだから子供もやっぱり息子も野球が好きやからやっぱり自分の子供がねここまであれして好きでやってるからそしたらね息子もちゃんとこうねいあのこう 英樹の前でこうちょっとキャッチボールしてみようかなんてお孫さんと 3, 3代渡ってキャッチボールしたことなんかあるんだろうかありますよねあまあ子供がちょっと小学校のうちはね孫がね、うん、で息子はもう当然高校野球やってね近畿大会まで行ってその一歩が出で甲子園までっていうその一歩が効率だったから出なかったけどね夢はありましたけどだからこんな孫にね<ー> <laughs> 孫に期待してるんですけど。 だ、また、これ、お孫さん、なんちゅう名前だったっけ。えっと、勇気です。勇気、あ、また、いい名前やないか。勇気のきは、ま、まさか、おじいちゃんの喜ぶっちゅうじ。いや、あの、てるです。あ、光。光の軍の。そうですね。うん。てるです。勇気のゆうは。勇気のゆうは、優秀のゆうで。ああ。なんか、野球の、なんか、表彰式に出るみたいやな。え。え。出れたらいいんですけどね。 ほんでまだ娘のところね、うん、娘のところの女の子も今年中学校入りましてでその女の子も小学校のうちソフトボールやっててねあ<ー>で中学校に行ったらその中学校であのクラブがないんですってはい、はい、だからその、うん、男の人の,あのリトルみたいな感じで<ー>タグでねチーム作ってるソフトボールにねあ<ー>あの入ってそっちの方に

ここれこんなん言ったら失礼ですけども時恵さんは何かスポーツやってたんですかはい私も一時はちょっとソフトも走ったことあるしああ、えー、若い時はバレーボールで今はもう卓球をね毎週やってますよ<わ>そしたらやっぱり3代に渡ってあっちはやっぱりずっと流れてるんですねかもし、ね、れませんねまあ確かにスポーツは好きですしねうんうんうん、うん、まあ運動の何よりだなこれは、うん、体のためにと思ってねああボケ防止でやってるんですけどいやいや あの体ってボケぼうちっておっしゃいますけども、はい、ああいう,こう運動をしてますと、はいね、そうするとおそらくあの脳までこう刺激をしてるんだと「あしまったこんなことしとったらダメだからあちょっと今の、ね、ボールの投げ方はどうもちょっと肘が下の方に行ってたのかなだから」とかって考えたりこう。 するから、やっぱりボケにもいいんじゃないの。ね、そう、そう思って、うん足、足腰をちょっと丈夫にしてね。うん、まあ、ちょっとでも長く、あの、運動ができたらなと思ってますけど。ええ。そしたら、秀樹と一辺キャッチボールしたいな。<laughs> そうですね。<え>まあ、投げれるんでしょうね、まだ。<laughs> ああ、そらえねえ、ボールも、ボールも届くでしょう、相手の方に。うら、とど、ええー、とね、ボールもっつったら、はい、約二十、あの、二十二。 2メートルから25メートルは投げられますかね。いけるでしょうねそのぐらいの距離だったらね。ねだからピッチャーとキャッチャーの間が約20メートルですから。はいはいはい。届くですよね。届く届きます？はい、はい、届きますわそのぐらいは。おほんまに結構な距離、ね。おいいですよそんなの投げれたらあの一片え堺でしょ？堺ですよ来てください。<laughs> ちょっとしたグランドある？ グランドは近くにありますよ。ほんならとかね。しばきあげだろうか。はい。はい。喜びますよ。秀樹をまず。はい。そしたらお孫さんもみんなそれを見て、なんだジジイはとかなんか言ってた。やっぱりそれ見て、走ったりなんだかしてるといいじゃないですか。そうですね。うん。僕もね。 はい、あの大阪でね仕事のある時はもしまあまあのお天気だったりしたらもうこのところちょっとあったかくなりましたから特に、はいね、いいですけども一応一人でで寂しくやってますす、はい、そうですか、はい、だからバックネットにね下の方がコンクリートなんですよそこのはい、はい、運動場みたいなのがそこへ投げるんですけどこれがねもうほんと腹の立つしんどいのに投げてんのにねちゃんと帰ってこないんですよ。 あの、うん、コンクリートのねそれがね網のとこ行ったりするんですよそいそろ拾いに行かなきゃいけないの。アホがね <laughs> もう ちゃんと投げてるつもりがねすっぽ抜けるんですはい。それでそのボールをちょっと見たらタイガースって書いてあるんですあれ甲子園で盗んできたやつですダメ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 ってダメですだって選手があのちょっとした網の中にカーンカーンっていらんって言って打ち続けてるからいといがいらんじゃないの腹止めが練習してるのあ練習してんのそういこといや僕野球詳しくないからええねえ野球先生の方がようおっしゃいます何を あ失礼な時江さん、はい、野球選手に一心にせんといてピッチャーのくせにって言って <laughs> そうですね、そこはそこはこだわるよそうだね <laughs> そうですよはい、はい、そんな秀樹とは一緒にせんといてよはいわかりました <laughs> いや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 、だけど本当にね、はい、あのそうやってみんなでワイ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 とやれるっていうのはもう賑やかっていうのはお元気な一家で 三代にわたって、それと、え。ちょっと、時へなんか鳥羽にも行ってきたんだって。あ、鳥羽にね、去年ね。去年、まあ、か、その子供がね、孫が、あの、寮生活に入るからっていうことで。まあ、なかなか行けないから、言って、去年の暮れに鳥羽で、家族で十二人で行きました。あ、十二人で。はい、全部でね。近鉄乗って。う鉄。いや、車で。 子供たち、車ね、<え>大きい車乗ってるから、2台で行きましたけど。あ、2台で。はい。あ、そしたら、子供の、あ、お父ちゃんが、はい、孫のお父ちゃんが運転してるんだよね。いやいや、もう、あの、娘の向こうが1台運転して、自分の息子が1台運転して,て。あ,あ、そうか、秀樹はせえへんのよ。秀樹はもう、もう、そ、なん、おじいちゃんするより、若い子がいいですや。なんぼしても、秀樹を信用してないね。<laughs> <laughs> え。 若いいい子に任せたらいいんですよそそうかそうかかだけどね、はい、それだけだったら3代にわたって、うんね、野球やったり、はい、そのソフトボールでもいいですけども運動ができるっていうのは。 何よりじゃないですか。そうですね。ね。一番いいことですよ。元気じゃなかったできないし。そうそうそう。体が元気やから、そういうことができるんですもんね。ほれであのおじいちゃんに秀樹に言うといて、孫をね、ちょっと優しくしたら、ダメですよって。はい。言っときます。ちょっとでもボールがね、それたりしたら、自分でしろとこいって言って怒って。はい。ね、鍛え上げないと。そうですね。はい。はい。それ鍛え上げとくと、その孫が助けてくれるからね。 この前ね僕東京で久々にあの、まあ、娘ですけど孫娘2人ですけども 2>,、はい、2人とも野球が好きなんですよいいことですよいいことかどうか知りませんけど、うん、ねえ一人はそれこそ、ね、大阪の球団が阪神じゃないですよ、はい、もう一つあるパ・リーグばっかりが好きなんですよ。うん、なんでかっていうと母親娘がね、はい、パ・リーグは観客が少ないから。 入りやすいんです巨人阪神なんてもういっぱいじゃないですか切符が取れないしほいで僕に頼んだらいいのに僕は頼まないと必ず裏から入れるからそれをもう娘知ってるんですそういう手を使うからジジいはほんならもう恥ずかしいからっつってそれでね今阪神に行ってる糸井が好きでね。 ああそうですだから今でも甲子園なんか行ったらあの糸井が「写真はいいんですか?」って言われるんですあそして下の方はねあの札幌の中田が好きでね、はい、これがまた中田となかなか会えないんで。んだけどそういう時になるとねちょっとこんなん言ったら失礼ですけども僕ら野球やってた じゃないで今も野球毎日放送もやらせていただいたりすると、うんはい、そういうあの権力を使おうとするんですよ僕恥ずかしながら。どうしてもねねそれは、ね ね、孫のためならいいでしょ。そうですよ。誰かとみんな孫は可愛いですもん。そうですね。そう、そうだって。だ、だけど、秀樹さんでも一緒だ、だと思いますけど、時恵さんでもやっぱり孫のためなら、ね。そうです。裏に手回すでしょ。うん、全くなりますわ。え。だけどね、あの、孫娘という、男の子を持ったことないから、わからないですよ。娘って可愛いよね。可愛いですよね。え。 それは言えます。孫息子はアホでもいいから、元気で追ってくれたらいいんでね。娘はやっぱりね。そうですね。これから花嫁さんになるんだから。ね。その時どんな気持ちだろう。ね。孫が。それまで長生きしないと。だって、あと十年ぐらいでしょそうですよね。十年ぐらいだったら、今の声だったら、全然ですよ。いけますか。行けます。八十近くなりますよ。いや、大丈夫。だって、今でもね。 夜こう横でね秀樹が寝てるの見たら何なのよこの人はって思いません私がこんだけ寝化粧してんのに「え何寝てんねや」って言って「えねこれだけおいしいもん食べさせて今夜のためにもうちゃんとね食べさせてんのにおかずはね料理好きやからきっと作ってますよ。それ時き夜中に起きたら「あらひょっとしたら」って思ったらねえ ちょっとお手洗い行ってしまうだけでそうそうそう,そうもうそんなんですよね近くなっているからね <laughs> その通りその通り僕でもね、うん、自分で一人で今ね東京でも名古屋でも大阪でも寝てますけどはい。うん、これにもう本当に奥さんあのこんな言ったらと時計さんに聞くのもなんですけどもあれってご主人一晩に何回行きますそうですね二回ぐらい行ってるに違います私は行かないんですよ 私は夜は結構持つから、うん、7時間でも6時間でも持つんですけど、ね、主人は2回ぐらい行ってるでしょうねえ主人いくつって同じ年です70前で69ですす前ね <laughs> 見栄払うと1歳ぐらい、ま、どうしてもほら夜はね晩酌するからあるまあそれのせいもあるかなると思ってるんですけどご主人ね、はい、あ僕もねミニ缶飲みますんでね2本ぐらい。 あ、そうですか。それがやめれないんですよ。どうしてもね、ね皆さんね。そうそう。まあそれが楽しみでね。うんきもないうこれ以上終わったわと思うとね。はい、うん。あ、なんかもう自分を褒めてくれる人はいないから自分で己で褒めないとね。はいはい。いやいい、いいことですよ。それは。あ、ありがとうございます。 別れるつもりはないんですか、時計さん。そうですね。仕方ないですよね。<laughs> もう年金暮らしやからね、相手ごとだと収入が年金の方が。だって僕だって収入ありますよ、ね、今。<laughs> そうですか。<laughs> あのくれぐれも秀樹さんによろしくお伝えくださいね。<laughs> はい、ありがとうございます。そしてあのいつまでもね、はい、あのおしっこ起きない起きてる間が一番幸せですから。はい あ、そうですか。すその時時々ひょこっと起きてまた行くのって言ってあげてわ <laughs> <laughs> か,かりました伝えときます、はい、どうもありがとうございましたありがとうございましたお元気ではいありがとうございます和藤さんもお元気ではいありがとうございました。<laughs>